金カメムシはカメムシ目ムシ亜目の金カメムシ科に属する昆虫の総称である。やや大型のカメムシ類である。熱帯系で非常に派手な代食の種を含む。日本には数種あるが種として熱帯を中心に多くの種がある。外形は一般的なカメムシとさほど変わらず、三角形の尖った頭、横に張った全胸、後ろにすぼまる胴体。 細い単純な形の触角と足を持つ。胴体には厚みがあり、やや背中が丸く盛り上がるものが多い。特徴的なのは胴体の外見で全体が一枚の甲に覆われて、羽根がないように見える。これは中胸から腹部の背面が背立て板に覆われているためである。一般的なカメムシ類では左右の前肢が胴体の前端の両端から伸びて、 背面を覆い、その前肢の間の隙間を隠すように、前胸の後ろ、胴体の前端の両端から後方へすぼまる三角形の甲羅があり、これを背立ていたというが、金カメムシでは、これが背面全体を覆うように広がっていて、羽はその下に隠されているのである。地味な体色のものもあるが、赤や朱色など華やかなもの、あるいは金属光沢を持つものなど、 非常に派手な体色のものがあり、人目を引き、昆虫採集下の関心を引く。ただし、多くは、死ぬとその輝きが失われ、それなりに色は残るものの、生きている時とは比べ物にならないほどに色あせる。なお、一般のカメムシ同様にやはり臭い。種によっていろいろな植物につき、飼料を吸う。幼虫は、果実や種子に興奮を突き刺し、 種子の内部の排入や使用に蓄えられている栄養分を液状化して吸うものが多い。興味深いのはメスが卵を守る習性を持つものがあることである。赤カカメムシではメスは赤目がシはなどの葉裏に百数十個の卵を塊にして産み付け、その上にの追いかぶさるようにして止まり、卵が孵化しに霊養中になるまで守る。この類には適応的な意味が まだよく解明されていない集団を作るものが散見される。七星金カメは沖縄ではごく普通に見られ、よく赤木などの葉の裏に止まっているが、なぜか数個体ずつの集団を作ることが多い。単独で見られることもあるが、一枚の葉に数個体ずつ、さらにそのような集団が一本の木にいくつもあったりする。赤木カメムシも夏から秋にかけて似たような集団を、 赤目ワなどに作ることがあり、極端な場合には一本の樹木のほとんどの葉の裏に赤木カカムシが隙間もなく止まっているような場合すらある。木の枝がカメムシの重さでたわんでいるといった状態にもなる。七星金ムシの集団、黄オ金オムシは集団越冬をすることで知られている。紀伊半島南部の S 先では冬になると黄オ金オムシが集まり、 低木の葉裏に多数の個体が集まっているのを見ることができる。赤木カカムシの集団も集団越冬であるとも言われる。黄金ムシの集団越冬日本で見られる。代表的なものとしては次のようなものがある。七星金ムシキャリホラエグゼロンス赤木カカムシ、金ムシカスカタルラだ。ありがとうございます。